その方が怖いわ。はい、じゃあ写真を失礼します。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、そういうわけでね、あのアニマニキのクリジャパンは昨日今から始まりますけど、あと1分、あと何分、1分後、うん、普通に皆さんね、コメントくれればね、どん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 喋りますんで、よろしくお願いします。赤い目が、赤い目がなるテーマ持ってきてないんだよ。赤い眼鏡のテーマ持ってこようか、ね、その文字じゃなくてね、赤い眼鏡の赤はその文字じゃなきゃダメだよね。やっぱそう思いませんかね。でも赤い眼鏡、最近ね、赤い眼鏡をツイッターに写真アップ、このこれでキャットウーマンとかこうやってやってる写真あげたら、去年撮ったやつなんだけど、なんかいっぱいなんかいいねされて。へー。はい、それで今日フリートークだから、ガンガンコメントください。ガンガンコメントくれたらコメントにガンガン答えますからね。答えてくれ、あのコメントくれないとね、俺もしかすると無言で26分過ごすなんていうね、おっかないことやるかもしれません。あ、チャビーさん、そういうわけでコメントありがとうございます。シュープリーム、シュープリームさん、こんばんは、どうもありがとうございます。また後でね、コメントちゃんと番組始まったら読みますんで、よろしくお願いします。そういうわけで、引き取りのコメントを受け、ビデオ使いながら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 、初心者なども入りたーい、入りたい。牛乳とコッペパン、コッペパン。中火にしたら滑らかだよ、うんうん、全然滑らかじゃない。赤巻きが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 生首だ、お前生首。生首が言いたいだけだろ。なんだっけ、なんて番組だっけ、コメントですか、一斉どっかの番組、ギターなんだっけ、一斉目の前を電車が駆け抜けて、なんだっけ、どうも失礼します、初めて聞きました。そう、はい、はい、そういうわけでね、毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム、ゴールデン曜日って何曜日だっけ、何曜日、今日は金曜日です。金曜日だっけ、土曜日じゃなかったっけ、花の金曜日です。花の金曜日、はい、花金っていうの、花金ってよく言う、ね、プレミアム金曜日と違うの、プレミア、今日そうですね、プレミアム金曜日じゃないです、今日プレミアム金曜日だよね、給料日、はい、今日給料日とか言ってる騒いでるやつがいっぱいツイッターのタイムラインにさ流れてさ、いいな、俺給料日、俺違うもん、俺毎月5日15日だから全然関係ないの、はい、本当。うん、5日15日だから、もうその後15日過ぎると地獄だもん、次の5日まで。あ、次が楽しみですね。もう、はい、ね、そういうわけでね、今日はね、いやーオープニング一斉で、赤字の踏切お届けしてます。高野浩一っていう SF 作家がいるわけで、はい、その人の書いて「めしめり街道」っていうさ、SF 小説が短編で「めしめり街道」、めしめり街道、それがさ片側4車線のさ道路で起きるすごい短編なんで、はい、そこだけで完結する、と向こう側にこの国道なんだけど、向こう側に渡れないんで、ずっとみんな走ってんだよ、それ左折もできないんだよ、そのたびにどん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 、実はそこはその街道タイムスリップしてる、街道自体が、未来に進んでる、面白いですね、それをコッパチの浦添あたりで撮りたくて、短編映画で終わるの、今度4小節になりますからね、めしめりからちょっと覚えておいて、はい、息でしょ、俺息で調べたらすぐ分かる、めしめり街道、それをね、その SF の話したのは、この開かずの踏切って、開かずの踏切が開かないから向こうに渡れないわけ、はい、これ、
この曲は井上陽水という曲なのと、井上陽水というかモッツ、モッツとか井上陽水という曲で、その曲を元に書かれた SF 小説がこの飯目に書いてある。へぇー、裏添えのバイパスで暗黒堂で取り手突破してこれ、いやー絶対面白いですね。いやー、なかなかかっこいい。彩りだ次々と電車が駆け抜けてゆく、ここは開かずの踏切。はい、そういうわけでね、今週のオープニング1曲目はね、開かずの踏切、一斉でお届けしましたけどもね、もともとはね、吉田拓郎さんとか井上陽水さんとかね、モップスっていうね、あの今は亡き鈴木博道さんのね、バンドの曲でございました。そういうわけでね、今日はね、またなんだっけ、やる気のない、アシスタント1号、謎足1号、やる気は十分ですよ。やる気は十分なの。はい、ただやる気元気へ春樹。はい、うん、ただでも次に党の推薦を得られないかもしれないみたいな。あ、それは、うん、まあ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 、うん、で何、やる気さっきの番組のほら自民党の議員が出てくるここで言いたくなんだよダメかい。じゃあお任せします。政治の話を今回っていうか、今回はフリートークですから、はい、今日のテーマはね、だからもう今日はもうフリーでお話ししますけれども、はい、コメントくれるとね、どんどんお話しますんでね、よろしくお願いします。お願いします。というわけでコメントのね、ツイキャスのに続々といただいております。ありがとうございます。チャビーチさん、カレー曜日は金曜日はカレー曜日ってなったけど、金曜日は焼肉の日じゃなかった、エバラだと。ああ、そうですよね、いろいろあるよね、焼肉のもとね。え、はい、お肉焼いても家焼くなみたいな、ね、懐かしいですね。懐かしいね、うん、そういうわけでシュプリームさんもコメントいただきました。ありがとうございます。プレミアム、それカントリーマームみたいな間違いしてますけどね、間違えた、プレミアムフライデーですね。俺の舌が回らなくなっちゃったよ噛み癖ってつくよね、これ噛む真似するとね、はい、噛み癖ってつくからダメだね。チャビーさん、昔ゴールデン洋画劇場金曜日だった高嶋忠雄さんの時代ね。高嶋忠雄さんね、すごいよね。高嶋忠雄さんって知ってる？ゴールデン洋画劇場の、はいはいはい、あの映画の解説してんだけど、実は映画全然見てないっていうね。え、そうなんですか。うん、本人が自分で他の番組でバラしちゃってんだ、見てないんだよあれはって、原稿を読んでるだけで、原稿が来て原稿を読んでる、原稿を読んでるだけだったっていう、ね。うん、でもあの終わった後に見るんだって。あ、どんな番組、あ、どんな映画だったのか、面白かった。だからあれと違うのよ、なんていうのかな、なんだっけ、あれ日曜洋画劇場は誰だっけ、日曜は、サイナラ、サイナラ、サイナラのおじさんですよ ね、 淀川長司さんね。淀川長司さん実を言うとね、俺も一時期映画評論家やってたんですよ。はい、でそうそう、試写室ってあるでしょ、はいはいはい、試写室で、試写室、公開前の映画見るところがあって、はい、淀川さん と、お杉とピーコで映画評論家ならお杉さんだよね。そうですそうです、ね、お杉さんが映画評論家、お杉さんは必ずいる。おー、すごい、あの人たちのもう映画への情熱ってすごい。もう もう何度かあのお杉さんは俺の隣に座ったこともあるし、はい、まあ、話はしないよもちろん。で淀川さんは、はい、あの最高列のど真ん中でもう陣取って、もう周りにももう人座らせないような、もう予約席みたいな感じで。で水野晴郎さんって分かるかな、はいはいはい、水野晴郎さんは来ないんですよ、社に特別試写会に、試写会っていうか特別試写って言って、社内だからもちろんクローズドさ、はい、ところがその特別試写に水野晴郎さんは来ないの。水野晴郎さんは別室で一人で見る。ちょっとお高く止まってんだよ、あの人は。なんでかっていうと、もう一つ理由があって、はい、途中で止めたりとかして、あの人は映画の配給だとか、はい、制作とかにも関わってるから、ちょっと待ってって言って、これやめよう、もう次の見ようとか、そういうわがままが聞かないと大変なんですよ。要するに映画の制作っていうか配給そのものにも関わってる人で、評論だけじゃないから。だからちょっと僕らみたいな評論やってる人間とはちょっと違う次元のレベルで見てたって感じですね。
はい、そういうわけです。ちょっとね、他にもね、いろいろ、来てます。どうもありがとうございます。ツイキャスのでコメントいただければ読みますんで、ありがとうございます。初心者さん、先ほどのね、開かずの踏切という曲、確かに様子っぽい。ありがとうございます。うん、初見です、PC のモニター越しだと吉田類さんに似てるようなです、ね、吉田酒場放浪記の人だね。はい、まあ、大体酒、俺もね、スタジオ入れば酒飲んでるからね、大体ね。そんな感じでございます。ありがとうございます。チャビーチさん、角川。角川、ちょっと待って、その角川だけ書かれると、うん、なんだかよく分かりません。なんだったんだろう。ね、高松真司さん、こんばんは、こんばんは、いつもどうもありがとうございます。ありがとうございます。ね、シュープリーム、シュープリームさん、プレキンはスーツの袖を切って、切ってきてアピールしていた、あれぐらい寂しいキャンペーンですね、クールビズね。まあ、今、新しくクールビズったら、新しくね、はい、もう例えば、ね、エアコン27度の設定にするとかね、はい、あれ本当はエアコン24度設定にしても全然意味ないんだよね、本当は。あんま変わんないらしいですね、うん、そうそうそう、チャビーチさん、試写会、試写室、3回かまずに行ってください、試写室言えてるよね、言えてます、わざとらしすぎた。ごめん、ありがとうございます。コメントいただけるとどんどん読みますからね、はい、高松マリーさん、フォーディズムですな、プレミアムフライデーは、まあ、まあやってる側のね、自己満足というかね、うん、給料日が月末にあると思い込んでいる公務員が設定した考え方だよね、明らかにね。まあそうですよね、普通は月末締めの翌月月末払いじゃねえだろう、はい、うーん、月前半払いの方が多いでしょう、多いです、多いと思いますよ、もう何を考えているんだろうなって感じだよね。はい、そういう感じでね、どんどんコメントいただけるとどんどん読んでいきたいと思います。そういうわけで今日はね、フリートークなんですけどもね、ちょっと今日はね、2曲目ちょっとかけようかなと思ってるんだけど、ちょっと 2曲目も同じ曲でいい？いいと思います、うん、じゃあ2曲目も開かずの踏切 by モップスで、そうなんだよ、給料日28日、高松真理さんで、給料日28日とかさ、はい、月末最終日とかいう人もいるからね、困るんだよね、苦しいですね。あと沖縄の場合、月明けの5日とか、はい、10日、15日、多いよね、多いですね、ご当日多いんだよ、月明けの最初のご当日って。いやー、これ今ね、赤楚の右にモップス版かけてますけどね、本当に亡くなっちゃってね、鈴木博道先生、もう俺の大好きな鈴木博道先生、亡くなっちゃいましたね、本当に残念、しのぶでございます。今俺が喋ってるのはね、地上波の裏入ってますね、吹きこぼれても、あ、歌が出ない、食事の時間が増えてほしい、ここは赤楚の海域、どんな質問するの？何質問？そうですね、これはかなり CM 明けで来るからね、どうしよう、飯メリカにどう？ダメだよそれ。みんなウィキで、あ、ウィキじゃない、Google でググってください、ウィキで見てくださいって言っちゃダメ。1900何年だか、73年とか74年の、はい、SF 大賞取ったんだよ、この飯メリカ。それなのに、その SF 年間、73年とか74年の SF 年間にしか収録されてない、それから再販されてない、幻の品でもある。でもそれに影響を受けたのは、例えばX 電車で行こうと分かる。あ、はい、聞いたことある。あれも X 電車で行こうもそうだし、それからシンカリオン、今やってるじゃん、シンカリオンだから必ず開かずの踏切のシーンから出てくる、ガン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 、はい、そこ、怪獣になる、怪獣に変身する電車がキッ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 って言いながら走ってくるの、あれは X 電車で。これなんか調子悪いですね。あ、調子悪いね、ごめんなさいね、うん、そういうわけでね、音がねちょっと止まっちゃったんでね、そのまま CM 行きます。 CM 明けまたよろしく。回線が遅いのかもしれないです。いや違う、たまにこれ突っかかんだよね、うん、MP3 のあれで、あー、読み込みで
いや、読み込みじゃなくて、多分ね、あれなんだと思う、レコード間に合わない時があって、まあ、一応でも自分もだからあんまパソコンで音楽流すの怖いんですよ、ね、だから向こうの出張とか行く時に大概黙って自分の機材つないで前もって用意した音源で使ってます。それあるよね、はい、MPC でこんだけ入ってたら割り込みあった時に今みたいに音と必ず止まるからね。そうですね、メモリどんだけだ、恐ろしい量積まないとね、限界量積まないと怖いよね。積んでてもだってこうやって受信トレイとかあれば必ずね割り込みあるからね。はい、はい、そういうわけでね、CM 開けましたんでね、さっきの曲ねちょっと途中でねなんかぶち切れちゃいましてすいません、放送事故でございます。そういうわけで謎アシスタント、はい、今日はフリートークってことなんだけど、はい、どんなこと話せばいいの俺。今パーッと考えてたんですけど、うん、やはり和尚様、書き物をされてるじゃないですか、うん、そういう目線で今ちょっとこの世界を賑わせているアメフトの問題、アメフト、はい、どういうふうに見ているのかなと。あれをさ、なんか安倍川とか言う人いるけど全然関係ないよね、まずね、はい、でアメフトにはああいうなんていうのかな、例えばああいう問題っていうのは、はい、非常になぜか起きやすいんです。うん、なぜかそれは何でかっていうと、フォーメーションスポーツってやつで、はい、コンタクトスポーツの中でも独特なんですよアメフトは、はい、起きやすいんです。セットしてやるスポーツですよね。でそのセット誰が指示するの、キャプテン、監督、コーチ、あー監督でしょ、監督ですよね。で監督の言うなりにならなきゃいけないスポーツでしょ、はい、ところが同じコンタクトスポーツでももっと暴力的なコンタクトスポーツの球技あるよね。はい、何がある、ラグビー、そうラグビー、ラグビーってフォーメーションスポーツ、いえ全部自己責任でしょ、はい、例えばラグビーで乱闘騒ぎがない理由分かる、乱闘騒ぎがない理由ですか、うん、乱闘が起きない理由、小競り合いとか小突き合いがほぼ起きない理由、やっぱり自己責任ってことは、うん、違う、アメリカンフットボールって、はい、ルールの上でまず今言ったように、はい、まず監督から指示が飛びます、はい、でフォーメーション組みます、はい、でその後のボールのやり取りまで全部決まってます、はい、それ以外の動きはしちゃいけないわけだよね。だから選手が勝手にあんなことをしたっていうのはアメリカンフットボールの場合にはありえないわけだ、はいはいはい、まずだからその時点で あれは監督の責任やコーチの指示がなければ選手はあんなことできないし、はい、一発目の背後からのタックルの時点でコーチや監督はお前はお前俺の思い通り動かなかったって下げられちゃうんだよ、はい、それを出し続けたってことは誰が指示飛ばしてたのかっていうのはこのスポーツをやってれば分かることなんです。目に見えてるということですね、うん、自分も何やかんやってもね俺も分かってるだけど、はい、ラグビーとかいろいろね やってきたっていうか、まあ、見る側だったりとかするけどね、はい、でコンタクトスポーツだと俺フルコンタクトスポーツずっとやってるの分かる、知ってるんだよ、はいはいはいね、以前お聞きしましたからね、アップないのをね、はい、うん、それで、まあところが自己責任におけるスポーツ、ラグビーだとなぜそれが起きないかっていうと、アメリカンフットボールっていうのはその合間合間で時間かかるでしょ、はい、フォーメーション組むまで。ラグビーにそれある、いないんです。そうないですね、結構パッパッパッラグビーに、はい、例えばサッカーとラグビー比べましょうね、はい、サッカーって延長あるよね、あります、なんて言うんだっけ、アディショナルタイム、ね、ロスタイム、ロスタイムね、はい、いわゆる昔でいうロスタイムね、はい、ラグビーにあると思いますか。あ、ないんで す, です、ね、ラグビーないんです、ないですね。だからもう次から次へプレーしていかないとダメなの、ラグビーは。だから乱闘してたらもう次のプレー始まってるから、そこに参加できないやつはクズ、お前ら帰れっつって弾かれるの。なるほどですね。だってボールより前に出ただけで、はい、もうその選手はこのゲームには関係ないんだから、はいはいはい、ボールの後ろに下がるまでは。そうですね、横でしかパスできないですもんね。横じゃない、後ろ後ろとか、後ろにはパス、後ろにしかパスできないんだ、はい、前に出していいのはたった一つ、パンとキック、はい、蹴った時だけ。
そうでしょ、はい、で防具もないでしょ。だってグーで殴ってもほぼ退場になる選手なんかいないんだよ。知ってた？ラグビー。そうですそうです。耳から血出てる、頭から流血してビニールテープで止めてる選手いっぱいいるじゃん、はい、アメフトにそんな選手いる？いないです、ね、いないよ。血なんか出ないよ、はい、ラグビーはだからあまりにも暴力的なために自己責任の重さがものすごく重いの。怪我しようが何しようがどうでもいいの。とにかく1点取ること、はい、とにかく点取ること、トライすること。相手と揉めてる時間はないの。ロスタイムがないから、うんうんうん、タイムってないんだもんタイムかけられないの。タイムのないですね。タイムかけて選手交代タイムってもその間時間タイあれだよ、時計が進んでる、時計止まらないんだよ、進んでっからねこんなおっかないね、スポーツないからないですね。確かにそうでしょ、はい、お前何乱闘してたんだって後からボコボコにされるよ。そう言ってボコボコじゃないよ、口聞いてもらえないよ多分でアメリカンフットボールには、はい、試合の目標が書いてないんです、ルールブックに。はいはいはい知ってた？分からなかったです。ラグビーには試合の目的が書いてある。目的ですか？そう、試合って試合の目的がある。はい、どんな目的だと思いますか？試合の目的。え、トライすること？違います。え、違うんですか？うん、違う。目的？当ててみてよ、ちょっと。乱闘しない？まあ、紳士的であるっていうのは、まあ、ルールの一つにはあるけど目的ではないです。あー、目的ですか？うん。勝利すること？違います、勝利は二の次です。ですよね、ここまで来たらそうですよね、うん、まだトライも違いますしね、うん。何聞く、はい、お願いします。試合を成立させることってルールブックに明記されてます。すごいでしょ。はい、あのだから試合を成立させないようなことをしたら、はい、退場どころか追放なんですね。追放どころか、そうじゃない、そうじゃない、あ、みんなにガン無視される、ボールも回ってこないし、はい、うんうわ、お金すごいでしょ、はい、だからゲームをとにかく試合を成立させること、途中で乱闘があった、乱闘してる間も時計は進むから。前に本当にあったんです、本当にあったの。ワールドカップとかではもうさすがにないけれども、はい、社会人ラグビーで一人の選手が日本人の選手同士が揉めたんですよ。その時に 何が起きたと思う？その時ですか、うん、仲間内から止められた？違う、一番足の速い選手にボール回してそいつが一人でトライしたそれで乱闘が止まって、あはってもうそっからほらまた次始まるから、はい、もうみんなもう乱闘なかったことになって審判もそんなの止めない、誰も止めない。あの肘打ちとかわざと入ってても流れだからで、はいはい、もう勢いだから流れだからで止めない場合が多い、はい、本当にボール持ってたら何されてももうどうにもなんない。いや確かにそんなことされたら青染めますよね、やってる本人たち、うん、っていうかあの審判がファールほとんど取らないスポーツなのラグビーって、はいはいはい、なんでかっていうとなんかひどいことしたら次にそいつがボール持った時に必ずやられるから怖い怖い怖い。だから紳士的じゃなきゃいられないのよ。あ、なるほどですね、うん、これがねラグビーのね、私がね、僕がねラグビー好きなね理由、はい、まさにね本当に徹底的な暴力スポーツで、はい、暴力スポーツであるにもかかわらず、しかももう一つさ、すごいルールがあるの知ってる？すごいルールですか？すごいルールあります。これワールドカップでもこれ守られてます。ワールドカップでもですね、入場するとき、はい、例えば A チームとか、はい、B チームとかで出てきません。え、入場するときは一緒に入ってこなきゃダメなの。ああ、なるほど。帰るときも一緒に帰って、はい、試合後はノーサイド、本当にノーサイドだから同じ控室に帰ります。原則。すごいですねサッカーでもないじゃないですか。ないよ、本当のノーサイド。入場退場を一緒にするのは確かにサッカーとかもありますけど、うん、そう、本当のノーサイド、控室まで。あともう一つが、あのホームとアウェーの概念がラグビーにはないです、はい、ありません。ああ、なるほど。
だからチーム応援団が全部バラバラ、はい、はいはいはい、はい、応援団同士の乱闘ないそんなんで選手に迷惑かけたり試合に迷惑かけたら大変だから、はい、そんなもの起きないから。確かに聞いたことないですもんね、ラグビーの乱闘。だからラグビーね、みんなラグビー見てもらいたいね、ほんとラグビー俺も大好きなんだもん、こういうこと。ワールドカップは今年でした、来年でした、うん、来日本なんだよね、はい、次のワールドカップ。はい、もうこの間のさ、オーストラリアでのさ、前回オーストラリアだったんだけどさ、はい、全試合見たわ。じゃあ今年はかっこいいんだよ、みんな。今回楽しみですね。カマテってわかる？あのウォークライ、トンガのチーム、オールブラックスが、トンガじゃない、ニュージーランドのオールブラックスが、カマテ、カマテとかこうやるじゃない、ウォークライ、ね。あれにフランスチームどうやって対抗したと思う？あのフランスとニュージーランドだったんで、最後、はいはいはい、決勝戦。それでカマテやってるじゃん。その間にフランスがあることをやって場内うわーってもう大感動、もうオープニングだけで、何やったか、何やったんですか。全員で男同士が手をつないでゆっくり前にそのニュージーランドチームに歩いて歩み寄ってったの、睨みながら、はい、全員で手をつないでがっちりそれだけ。かっこいいの、むっちゃかっこいいの、ラグビーかっこいいから。うん、うわ、ね、いいっすね、ゾクゾクしますね。でもラグビーだってさ、ね、ボールの前にいたら参加できないとか、はい、あとあの故意に殴ったり蹴ったりしてはいけないって、じゃあ流れだったらいいんだね、ひどいよね。いや、これを聞いているとですね、今回のやっぱり問題っていうのはいろいろありそうですね。でメッセージでもいただきましたけどね、あの高松真理さん、どうもありがとうございます。その通りです、問題を生むシステムがダメってことはそうなんですよ、うん、あの監督の言うことが絶対のスポーツですから、あの指示を出す人が絶対的なスポーツなんで、アメリカンフットボールの場合、あの選手の整理する時点で監督はダメです、無能です、はっきり言いまして。そうでしょ、ルール自体にそんなルールはないし、うん、はい、あのスポーツアメリカンフットボールに関してはそんなルールはないから、うんうん、選手は絶対的に監督の言う通りを言う通りにして、あれですね、本当にフォーメーションの通りにやらなきゃいけないし、プレーしなきゃいけない、ね、イエスマンじゃないと務まらないですね、うん、はいはい。高松真理さんね、墓ですね、そう墓でいいのよ、墓でいいのよ、はい、ただ今ウォークライって言ったら分かりやすくさ、みんなに俺分かりやすく言っただけで、ね、かまてって言ったら、かまてかまてとか、いやね、かまてでね、ね、かまて墓でございますよね、そういう感じでございます、はい。まあ、英国のチャビーチさんからもいただいてますね、はい、ありがとうございます。英国のスポーツだっけ、ラグビーね、そうラグビーね、残り、そうラグビーはもうすぐね、来年再来年来年か再来年だよね、はい、日本でワールドカップありますから、これを機会にね、はい、アメリカンフットボールじゃない、ラグビー、ラグビー盛り上げましょう、皆さんラグビー盛り上げろということで、また来週、またろはい、おしまい、ありがとうございます、はい、また来週、はい、ラグビーのね、話したら俺長いよ。塚本さん、ウェールズが好きなの、ウェールズもいいよね。っていうかさ、すごいのがさ、北半球のチームが、ヨーロッパのチームが、オーストラリアとか南アフリカとかニュージーランドのチームに引け取らないぐらい強いんだよ。あ、そうなんですね。全然ラグビーの考え方が違う。ラグビーで、ニュージーランドとかのチームは、ニュージーランドとか南アフリカとのシックスネーションズって確かに強いんだよ。1回の対戦では強い。なんでかっていうと、そこには何があるかっていうと、あのあれの全員パワーがあるから、パワー。ところが北半球のチーム、ヨーロッパのチームっていうのは細いのもいれば太いのもいれば、日本もそうなんだけど、日本のワールドチームもそうなんだけど、日本代表チームがそうなんだけど、いろんな選手がいる。つまりどういうことか分かる？あ、走れる選手。そう、走るやつはただ走るだけ。ゲンゴローマルみたいに蹴るなら蹴るだけ。蹴ったらもう100ほぼ 100% じゃん、ゲンゴローマル。あんなの世界中にもいないんだから。だからそういうのでね、やっぱ盛り上がってね、欲しいね、みんなに知ってもらって、ということです。というわけで今日もどうもありがとうございました。また来週、またのー。よかったですね。ぶった話題が、ぶった話題がここまで広がるとは思わなかったんで。アメフトで、だからアメフトでのやつやったら愚痴になっちゃうじゃん。ああ、選手が悪いとか監督が悪い。